こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいですね。会いましたね。最近は体占いがね、ずっとついてるね。そうそう、だから体占いを占ってほしいっていう人ばっかりじゃなくって、勉強したいっていう方もいらっしゃるんですよ。はいはい、で滝先生は、例えば大阪と東京で、今はねお茶会っていう感じかな、そんなのやって、今度私も行くんだ、東京行くんだけれども、そういうこうお話し会、フランクな、お茶を飲みながらお話ししましょうっていう会があって、そこで滝先生に会えるんだけれども、じゃあ直接滝先生から勉強できるかっていうと、滝先生もこうねどん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 忙しくなってきちゃったから、私が滝先生に出会った時って、滝先生がワンデー講座とかね、一日の体験講座みたいなの、滝先生から私は教えていただくことができたんだけれども、今滝先生がそれはできないんですよ。そうするとじゃあ誰が教えるかっていうと、私たちのような滝先生からこう教えてもらって、そういうあの、講師スキルアップ講座といって、それを受講して、合格してっていった人が、全国にいっぱいいるわけね。でも例えば札幌で体占い勉強したいわって言ったら小原薬局の吉井さんがいたりとかさ、いろいろあちこちであるわけですよ。だからそれで私のところに勉強したいって来る人もいるし、で体占いっていうのは本当に深くやればやるほどさ、なんか初めはさ、かわいいわ体ちゃんとかって入ってくるんだけど、だんだん深くなるわけよ。だから宿用の世界なんだよ、まさしく。そうだな、なんか江戸時代は当たりすぎてもうこれはダメって言われたような、そういったその深いところとか、あと陰陽五行だとか、家畜風水だとか、そういうようなものと組み合わせていったら、もっと深いことが見えるわけ。そうするとワンデー講座が終わった後、27の体学って言って、ちょっとこれは3日間勉強しなきゃいけないんだけども、それも実は私滝先生と今年沖縄で合宿をして、教えることができるようになったんですね。じゃあ例えばワンデーを勉強しましたってあちこちにいます。さらに上をっていうと、じゃあ今度お畑さんのところでみたいな感じで来てくださるので、結構なんかね最近講座が続いてるんですよ。ああそう。でもさ、それ習ってさ、自分でもその占いをやろうという、そういうことなわけ。それプラス、これ体験していただかないとあれだと思うんだけど、27の体学っていうのは、結局そのお客さんの内面を引き出すっていうかさ、カウンセリングのスキルにすごく私はいいと思うのね。ただ例えばあなたは、私だったらスネじゃない、スネの人を計画性ですって言ってね、あなただったら左脇じゃん、左脇の人を待ってればいいんですよ、自分から動いたらダメですよっていう、そういう紋切り型のさ、こうだからこうしなさいっていうアドバイスじゃなくて、今例えば悩んでいることとか、今自分の周りにある人間関係とか、それをまず吸い上げて、で答えを出すというかさ、でそれは実際私が答えを出すんではなくて、その方の潜在意識っていうかさ、深い内面にアプローチしていって、ご本人がああそうなんだってこう、振り落ちるっていうかさ、そこまでこう持っていくことができるんだよね。ああそう、これ深い。その生年月日だけで、生年月日でその人は何、あなたは体ちゃんは何とかです、じゃあ自分の悩みのための A さんがいるとします。 A さんはこういう体ちゃんです、ね、例えばその体ちゃん同士のこう相性というのはもちろんそれ見るわけだけど、その相性を見るだけだったら一日の勉強でいいんですよ。だけどもそこから何を学ばなくちゃいけないかとかさ、何がそこに隠れているんだろうってなると、3日間勉強していただくと分かると、ああそう。じゃあなぜ、例えばさ苦手な人がいるとする、なぜ今自分の目の前にその苦手な人が立ちはだかっているんだろうってことね。ああそう。それは絶対意味があるわけでしょ、スピリチュアル的に言っても。絶対全てのことには意味があるって言って。そうだよね。だから生地こうスピリチュアルのことを勉強してる人って、全てのことには意味があるんだ、意味があるんだ、乗り越えなきゃみたいなさ、そういうことになる、なりかねないじゃん。でもじゃあどう乗り越えるのかってさ、それって深いことだよね。そうだな、どういう意味なのかだもんな。なんかそのどういう意味なのかっていうのをすごく探しやすいの。ああそう、こういう意味なんだって。じゃあそんなに習ってる人たちは、自分のある種悩みというかさ、抱えてる問題も解決したいということもあるってこと。そう、 もちろんそれプラス、例えばやっぱり
あのこういうのに興味持つ人ってさ、やっぱり人の役に立ちたいとかさ、うん、喜んでもらいたいっていうのがやっぱどっかにあるんだよね、うんうん、まあ、これ全ての人に共通してるかもしれないけども、うん、そうするとそういう人って逆に職場でいつも悩みを相談される側だったりするわけ、うん、で一生懸命お話を聞いてあげるんだけども、うん、なかなか解決に至らない、うん、自分にもし何かもうちょっとそういう能力があれば、うん、その方の悩みを解決するお手伝いができるのに、うん、この前も一人いらっしゃって、あの介護のお仕事をしてらっしゃる方で、うん、うんとね、お年寄りのお話を聞くんだけど、うん、なんかもうちょっとなんかアドバイスまでいかないんだけども、なんかこううまくお返事ができないかなって、うん、あ、なるほどね、だからさ、うん、もう介護の人ってすごい忙しくって、うん、なんか機械的にパパパパってやってるようなさ、うん、そんな記事を見たりするんだけれども、うん、決してそうじゃないのやっぱ、まあそう人によるよな、そう、あ、やっぱなんかもう少し深く、ね、あの足を踏み入れたいってのあるだろうしな、うん、だからその方もお買い物に付き合ってあげたりとか、うん、お料理とかお掃除とか、うん、あのお風呂のとかってやってらっしゃるんだけども、なんか例えばお風呂の解除をしてる間に、うん、その方のボソッという悩みに、うん、こうですよねとか相槌を打ちたいとか、こうしたらもっとこうなるかもよみたいなことをさ、うん、伝えたいとおっしゃるんだよね。あ、それをもしかしたら体を占い勉強したらって言って、あ、素晴らしいななんて思ったんだけどさ、そうだね、うん、もちろんそういう人もいるし、実際今も、うん、まあ、私のところにはセラピストさんもね、クライアントさんとしてたくさんいらっしゃって、うん、セラピストとして今やっていますと、うん、だけどもこう今一つ何か、うん、で施術はすごく超一流、うん、腰痛とかぎっくり腰とかすごくそれは上手なんだけれども、うん、あんまりこう会話が得意ではないっていう方もいらっしゃるわけ、うんうん、なるほどな、黙ってこう押すだけみたいな、もうちょっとお客様とこう話できたらとか、うん、そういう悩みを持ってる人とかっていうわけ、うん、それで実際自分の現場に役立てたいとか、あ、そういう話のきっかけにしていくとね、そう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 、だって手相だってそうじゃん、マキさん、うん、ね、マキ先生をしてくださったけども、これをきっかけにして、うん、そうだよ、その方のシャツに手を見せてくださいっていうさ、うん、その一言が出ればさ、もうそこからも、うん、もういくらでもこれはなんとかせんでね、うん、なんとかせんでって広がるわけだよね、うん、なんかそういうことを考えてる方がすごく多い、あ、まあね、それは大事だよね、みんな知りたがってるしな、うん、いろいろとな、うん、ああ、で生年月日だから誰でも分かるしな、そう、だから私のインド先生術を勉強したいという方がいらっしゃって、うん、あの実際勉強してる方もいるんだけれども、やっぱりそれ出生地がいるとかさ、うん、出生時刻がいるとかさ、うん、よりこうデータが必要なんだよね、そうだよな、だからそれはやっぱりどっちかったらこうどっしりと判定するっていうか、うん、やるっていうのに向いてるんだけども、うん、お仕事先でちょっとこう見てあげられるとか、うん、お仕事先にちょっとこう話を聞いてあげる時の自分の参考資料としてっていうのは、生、うんうん、年月日ってのこれすごい、まあそうだよな、うん、うん、お誕生日いつですかとかさ、うん、なるじゃない、うん、だから多分そういうのを求めてる方が多いんだろうし、うん、ということはこれを求めてる人が見てほしいってことを求めてる人も増えているから、こうやって見れる人が増えていくんだろうなと思ってる、うん、そうだな、手相なんかもそうだしな、うん、あの占いっていうのはさ、うん、いつの時代もやっぱり見て見て見てっつってさ、うん、自分のことみんな知りたがってんだよ、そう、うん、あ、昨日もお客さんおっしゃってない人にボソッとしたけど、うん、自分のことって本当知らないんですね、うん、分からないよ、うん、ね、うん、よく以前自分がうんうん、知ってる自分と、うん、人が知ってる自分と、うん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 、それから、自分も人も知らないか、うん、そう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 、うん、4つなんだよな、そう4つの自分、人から見てる自分と、うん、自分が知ってるともう全くこうまだ誰も気づいてない自分っていうか、うん、そうな、それはあるからな、うん、そう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 、ああ、なんかこうだと思い込んでたって違うことあるだろうし、うん、うん、うん、そんなことをさ、うん、やっててさ、私もすごく お伝えしながらさ、うん、勉強になるんだよね、うん、あ、そっか、膝の人ってこうだったよねとかさ、うん、そっか、頭の人ってこういうところで悩むんだとかさ、そうだな、それにまあね、うん、現実の人を見ながらな、そう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 、あの膝だなんだからでね、うん、見てればさ、うん、分かりやすいよな、うん、不思議なことに、例えばよ、前の人がいらっしゃったら、うん、続けて前の人がいらっしゃるとかさ、うん、これもなんだろう、引き寄せ、なるほどな、うん、シンクロっていうの、うん、面白いなと思う、うんうん、なんで最近膝の人続くのとか、うん、前の人続くのって、うん、じゃあこれやっぱその中から何かを学びなさいって私へのメッセージでもあるわけでしょ、うん、そうだよな、まあ、うん、その相性もあるんだろうしな、どうなんだろうね、本当面白い、うん、うん、
うん、やっぱ毎日が発見だよ、うん、そうだよな、うん、だから27だっけ、そう27に分かれる、な27に分かれるんだよな、生年月日によってな、うん、だから一説によると28っていうのもあるんだよね、あそう28の宿に分かれるっていうのなんだけども、うん、でもそれを27になったってそれもまた深い意味があって、うん、これ勉強した方にお伝えしてるんだけども、ああそう、うん、まあね、我々はやっぱり宇宙から影響を受けて繋がってるよ、生きてるからね、完璧繋がってる、その生まれた瞬間っていうのを、うん、は非常に大事な、そう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 、別に、初めてこう肺呼吸したりするわけでしょ、そう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 、な、面白いですよ、うん、面白いかもしれないな、うん、はい、一度ぜひ小原田先生もお勉強されたらいかがですか、はい、じゃあ聞いてみましょう、はいはい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。